本日は石澤大ちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。生きてんな。生きれましたな。なんかいいシャツ着てるじゃないですか。今ね大変な時期なんで、皆さんお家にいてくださいって、ステイホームのシャツ着てきたんです。ステイホーム、ステイホーム、はい、メッセージやっぱり、こう皆さん見てる方にね、ステイホームしてくださいね、うん、でもリゾート行きたいっていう気持ちを伝えたいけど。そのシャツなんぼでしたっけ。これですか。ちょっと言えないです。社長らしい社長が来るのって初めてだよ。そうですね、社長らしくないと思います。社長らしい社長が来るのは、ね、ちゃんと社長業をしてはる社長業です。あ社長業ね、はい、みんないろんな職業の方いらっしゃいますけど、ちょっと癖のある職業の社長でも癖のある社長ですビーチのシャツ着てくれたから職業は癖ないけど人間的にはちょっと癖がやや癖、やや癖あり、ややで済んでよかったです。石澤さんコロナとかどうされてたんですか。そうか、あんまりお休みしてなかったって言ってましたよね。コロナは1日も休んでないです、ね、うん、あもう通常業務、はい、通常業務しました。あ、はいはいはい、そうかそうか。あ、じゃああんまりなんかこう自粛というか、あのなんかそういう引きこもってましたとかっていう感じではないんですか。全くないですね。うん、はい、あの従業員も近いんですよ、うんうんうん、会社から、うんうん、なので自転車で来てるんですよね、うん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 、だから全然ないですね。うん、あと、うん、マスクちょっと売ってたんですよ。あ、そうそう、うちも買いました。はい、ありがとうございます。なので世の中にマスクを届けないといけないっていう使命があったからやりましたね。でも従業員と誰かがそれにかかったらどうするっていう話はして真剣に、うん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 、で全員でこうだったらこうしようみたいな決めました、ね、一応ルールは。世の中が自粛でかかったらもう営業停止休みみたいなの言ってましたけど、うちは社内ルールがあって、まあ、それをベースにやってましたね。うーん、我々綺麗に自粛しましたね。というかさせられたというか世間にさせられた感じ。本当にね、でもなんかもう今日も会社集まってて、うん、もう7月終わるよっていう話をしてて、我々もこう全然仕事戻ってこないんですよ、うん、あのご存知の通り、うん、なかなか劇場が動かないと、うん、なかなか仕事が動かないので、うん、なんか8月ぐらいから働けるかなとか思ったんですけど、結構まだまだ道のりは長い感じはするよね、これね、ちょっとね。そうか、じゃあ全然もうなんか通常通りみたいな感じだったんですよ、そしたら。うん、でも売り上げはね、うん、3月はかなり下がりましたね。書き入れ時なんですよね、3月が。そうですね、うん、うちはあのビジネスアイテムを販売してるので、うん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 、新社会人になる前後って、うんうんうん、あの卒業式でスーツ着たり、うん、入社式でスーツ着たりするじゃないですか、うんうんうん、そこがやっぱり一番需要が高まるんですけど、うんうんうん、卒業式軒並みアウトだったんで、はい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 、その需要なくなったんですよね、うん、大体3月の需要って卒業式とかそれで半分ぐらいあるんですよ、うんうんうん、でこれなくなったんで売り上げもやっぱ3割以上減りましたね。 30% ダウン、はい、うん、今はどんな感じですか。今はでも平常通りです。ちょっと上がってるぐらいですかね。なんか上がったとかってなんか変えたんですか。変えました、EC なんで、うん、やっぱりみんなが外出ずにネットで買うから、うんうんうん、そもそもベースは上がってるんでしょうけど、うん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 、あとやっぱりそのビジネスモデルを転換していってて、うん、その物を売るっていうスタイルからちょっと在庫を抱えなくていいビジネスに変えていこうと思ってて、はいはいはい、うち EC で僕の経験だけで約15年ぐらいあって、うんうん、で楽天市場何個も取ってる、うんうんうん、どうすれば物を買っていただけるか、どうすればお客さんが喜んでいただけるかっていうノウハウが蓄積されてるんで、それを今この実際に対面で売れない、それで困ってる人たちに何か協力できないかっていうことでウェブ制作を受けたり、
はい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 、ネットでどうやって売ったらいいかっていうのをこうやってやったらどうですかみたいなのを提案しながら制作の OK を打ってるのをちょっと始めたんですよ。それがちょっとずつこう形になってきてるんですけど、ね、はい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 、うまい、在庫いらへんし、はい、面白い。いざという時にそっち側にシフトして、うん、こっち側サポートすればこれ物が売れなくても、うん、こっち売り上げ立てれて、うん、一応バランス取れるみたいな。それはもうなんかコロナになったからちょっと変えようと思ったのか、前々から少し前々から準備してました。そうなんだ、うん、そうですね。でまあそうやってやったら、まあ、需要ありますわね。そうですね、みんな意識したいですもんね。そうですね、うん、特に飲食の方がね、うん、今までしてなかったのが、うん、じゃあちょっとやろうかってなったら何したらええねんってなってますもんね。そうですね。あへえ。それで農産物系の直売所のコンサルティングからサポート入って、うんうんうん、そこは前年比で 130% ぐらい多分いってると思うんで、ね、すごい。みんなやっぱネットで買うんですね。そしたらネットで買えますね。あ、うん、買うもんな、いつも以上に。うん、家族引き落としがいつもよりね、心なしか多い気がなんかそんなに物買った覚えないんやけど、あなんかね、ここは段ボールも心なしか多い最終段ボールね。たまにアマゾンが来て何買ったっけってなるもんなあせやせやってなるもんな。買うな。そうか、まあ、そのやっぱ比率を結構変える予定なんですか。変えますね。物販もでも伸ばしてはいこうと思ってて、でも作業っていうのは誰がやっても一緒だから、はいはいはい、作業比率を下げていこうと思ってるんですよ。はい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 、でパートさんが今10人ぐらいいるんですけど、うん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 、パートさんって大体作業要員なんですよね、どこ行っても、うん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 、でも作業要員のパートさんっていらないんじゃないかと思ってて、うん、作業してくれるのはありがたいんですけど、うん、作業したいから来てるって人はいないんですよ。はいはいはい、うん、ずっと黙々こうやってられるから、うん、この仕事がいいんですっていうのは、うん、ずっとこう黙々やって、うん、お金が入ってくるからいいんですってことじゃないですか、うんうんうん、つまりお金のためだけに働いてるっていうか、うんうんうん、これが楽しくてやってるわけじゃないので、うんうんうん、でもその人にも何かいいところがあってこうやったらいいのになってこういうことできたらいいなっていうのは実はちょっとあるんですよね、うん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 、今こう黙々やってるけど本当はこうやったらみんな効率よくできるんじゃないかなと思ってる、うん、そういうのをどんどん効率化していきたいとか思ってたとしても言わないじゃないですか、うんうんうん、でもそれを見つけて、うん、これやってみてもらえませんみたいなパスしていくんですよ、うん、そしたらパートさんも正社員以上にこうどんどん能力発揮してくれるようになってるんですよね今、うんうんうん、例えば今取り組んでいるプロジェクトが、うん、めっちゃビジネス寄りになりますけどいいですか、うん全然社長らしい社長でいいですよ ギフトラッピングをちょっと変えようと思って、今ってアマゾンで買っても楽天で買ってもギフトラッピングって一緒なんですよ、はい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 、なんか茶色い梨地の袋に入ってくるんですよね、でもギフトラッピングされてるだけで嬉しいんですけど、うん、なんか特別なギフトラッピングだったらめちゃくちゃ嬉しくないですか、うんうんうん、藤森さんの名前が実はうっすら入ってるとか、あれなんかこの紙俺の名前入ってねみたいなったら、おーって思うじゃないですか、うんうん、そういうの実は今考えてて、うん、それをギフトラッピング誰かこれやれへんって言ったらギフトラッピングチームが手が上がってできたんですよ、うん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 、それ半分パートさんなんですよ。パートさんと一緒にギフトラッピングの会社に行って、うんうんうん、資材やらない中を見て、はい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 、どういう風にするみたいなアイデア出して、うん、出てくるんですよやっぱり、はい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 、でそれを今実現させようとしてるんですよね。これ作業じゃないじゃないですか。実際ギフトラッピングができたら、うん、ラッピングするっていうのは作業にはなるんですけど、うん、その作業の比率をどんどん下げていって、うん、自分の考えていること個性っていうのをどんどん出してどんどん楽しく仕事するっていう風に変えていこうと思ってます。いい話、ちゃんと。おいおい。すごい。最近もうプレゼントもネットで買いますもんね。うん、人にとか、うん、母の日とか父の日とか。本当そう。そうそう。そこもなんかギフトラッピングがやっぱり百貨店には劣るからなと思って結局、うん。って思うじゃないですか。ね、そういうのあるんやったらそっち頼もうかなって思いますもんね、うん、僕らが目指してるのは百貨店レベルは最低レベルなんですよ、うん、
最低点は悪い意味じゃなくて、百貨店がスタートぐらいのレベルで、うちのパートさんにそのギフトラッピングマイスターかなんかっていう資格を持ってる人いるんですよ、その人がやっぱり中心になってくれてるんで、じゃあこういうのもいいよねみたいな、こういうのがいいよねみたいな。でやっぱりギフトラッピングって一番の目的はこう心を動かすこと、感動してもらうことなんで、どこにもないやつやりたいんですよね。でもどこにもないやつやりたいけど無駄にお金はかけられへん、結局バラバラってやったら捨てちゃうんで、その辺からアプローチしてます。ね、はい、いや結局優等生が来るんだよ、生でこうやってバランスバランス本当にね、ここに来る人みんな優等生やねんな。なるほど、また来たわ、ね、アレルギー出るわこっち側からブツブツ、ブツブツできる。やっぱ社長が考えてることって面白いよね。なんだよね、みんななんかこうぶっ飛んでるし、それを実現するのがまた面白いよね、ほんまにやるんやっていうかね、やっぱなんか話だけで終わることって多いじゃないですか。多いですね。アイデアいっぱい出るんやけど、はい、あそれやったら面白いよねとかって、やっぱそれをこう実現ほんまにするっていう形にするのとかって結構大変じゃないですか。大変っすよね。でも大変だからやらないっていうのは違うと思うんですよ、大変だからやる、できたらめっちゃ嬉しい、ここまでのゴールを見せてスタートだと思うんですよね。でおっしゃる通りほんまやらないんですよ。そうなんです。でやらないと、アイデアだけ出させてやらないとこんなん言ってまたやれへんやんってなるんで、悪循環ですね。そうですね。だから1個でいいから決めてできそうな人を配置して、でみんなでチーム作ってやろうぜってやりきったら、あ言ったらやってもらえんねやって、やったら楽しいんやって分かってくれるんで、ちょっとずつ変わってきますね。それをやっぱり長年かけてやってきた感じですね。あなんかこの YouTube とかも全くノータッチなんだから、チェックはするんですけど、できましたよっていうのはチェックするんですけど、基本的にはもう皆さんがでこれ僕、あの続けるのが、まあ第一目標というか、続けんとあかんねっていうとこから話は始まったので、こう続けるためにはどうしたらいいのかってなると、やっぱもうチームでやるしか続けれないので、絶対個人でやると絶対こう例えば忙しいとか、ちょっと忙しかったらちょっと置いときましてってなるんで、それを防ぐためにこうみんなで分担してみたいなことを今僕はもう完全ノータッチなので皆さんにしていただいてるって感じですね。なのでこれがまあうちで言うと定期的に上がってくるので、すごいですね。いいですね。これはあの会社で良かったなとは思いますよね。ただまだね、1円の足しにもならないっていうね、これがまた面白い、ね、これなるほど。なんか藤森さんが、これここまでいったら100万やみたいな持ってたらそれはそれでなんか違和感あるけどそうなんだから、とりあえずやらへんというのは多分うちのチームは得意なんですよね、だからそれを僕の場合は多分持続できないんで、持続させてってこう叫んでやってもらってるって感じなので、つながってるかどうかは分かんないんですけど、例えば業務用カメラを買ってあの持ってるっていうだけで今こう配信事業につながったので、まあその辺はあながち外れじゃないというか、あまあなんかそういう風につながっていくんだな、でもそれを狙ってたのかって言われると、全く狙ってないというか、予想もしてないというか、さっきの楽しいじゃんぐらいでスタートしたので、でなんかそれを従業員であったりとか、あの他の他社さんであったりとかっていうところに、あの連れて行ってもらってるっていうイメージで、僕はなんか見せてもらってるっていう感じだから、いつもやっぱ話し合うと、あれもできるよね、これもできる、これもしたいよねとか、アイデアはいっぱい出てくるんですけど、でその先どうするんですかとか言ったら、どうやって売り上げにつなげるんですかとかっていうところを考えたりとかすると、あのじゃあここまでこういう売り上げがこうなるから価格帯はこうしようとか、こうしようこうしよう、こういうふうに、価格帯、金額設定を決めようとかってよくやるんですけど、あんまり役に立たないですよね、うちの場合、
それよりかはあのとりあえず楽しそうやからやってみようってなると、うんうん、もう違うとこからうちもやってくれへん、うん、みたいな感じでお仕事につながるっていうのが多いので、うんうん、やっぱもうそこに特化するしかないんやなっていうのは最近ようやくなんか突破口じゃないですけど、うんうん、なんか面白そうじゃんっていう基準でいいんだなっていうのは最近思いますね。さすが素晴らしいです。でも僕あの最近すごく思うのは、うん、順番ってめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。はい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 、はい、何かっていうとさっきおっしゃった楽しいやん、うんうんうん、からスタートじゃないですか、うんうん、でそこからなんかお話が来てそこで価格を改めて考えて、うん、じゃあこれぐらいでやりますみたいな話になるじゃないですか、うんうんうん、最初からこれいくらにしていくら作って売り上げてみたいな考えると、まあ、そっちがこう見え隠れしちゃうと、うん、なんか打算的で、そうなんですよね、なんか気持ちよくないんですよね。やし打算というかやらしさがあるとやらしさが、うん、なんか次に繋がんないんですよね、うん、そうなんですよ。だからなんか変な話だからツイッターラボも配信させてもらったから松見さんここに来たいと思ってるんですよ。あで松見さんのプロフィール作ってほしいって言われたから多分これ仕事になるんですよね、うんうんうん、だからツイッターラボの打算これ誰かにこう石澤さんが紹介してくれてあの絶対商売になるから行こうとかっていうの全くなかったので、うんうん、あの暇やったしたまたまね、うんはいうん、でやりたいやんっていう、うんうん、やってみたいやん、うん、みたいな、うん、とっからスタートしたので、うんまあ、そういう風につながっていくのが多分うち的には得意なんだろうなっていうのがようやく、うん、でも僕ビジネスってそうあるべきだと思うんですよ。利益出えへんやん、うん、これじゃってスタートするとうまくいかないです絶対、うん、だってそれって自分のことじゃないですか、うんうん、でもビジネスって自分ができないことを人にしてもらうからお金が払えるし、だから最初が人のためからスタートしないと自分のためからスタートするとどうせ自分のためやろって思われたらなんか嫌ですよね。そうそれ僕自分の経営もそうで自分の欲望が先に行ってたからうまくいかなかったんですよね。もうそれやっぱ人の経営見ててもやっぱそう思うんですよ。これ利益出るからとかこうやってほしいから先に立つと一瞬うまくいくんですよ。やっぱり頭良かったりするとうまくいくんで、でも長く続かないですよね。人が離れていくとか当然その数字で失敗するとかももちろんあるし、そうなんですよね。いろんなことになんかこう順番があって、まあ、お金使ってもいいと思うんですけど、利益出してお金貯めてから使うだったりですよ、借り入れできるからお金いっぱい入ってから使おうみたいなそれ違うやんって順番があって、いろいろなんか順番間違えるともういけへんなって最近めっちゃ思ってます、うん、だからそれはすごく注意してます。楽しいか楽しくないかを、うんうんうん、だから楽しいとやっぱパワーが出てくるし、うん、そうなんですよね。やっぱなんかその辺なんだなっていうのは本当最近思いますね、うん